この私を懲罰する者が現れるとはな。これもまた定めか。滅びればいいとも思わん。そうね、あの二人が何か答えを見つけてくれればいいけど、全ては星の導きのままに、あとは託すしかあるまい。そろそろ時間のようじゃな。本体を失った以上致し方ないか。ああ、寂しくなるわね。さよならくらい言っとけばよかったかな。またいつか会える日が来るでしょう。皆さん、どうかを。あまりに長い歳月を過ごしたわしもじゃ。ここは笑っていかねばな。たちのしていることは間違ってるって答えてなえた。それでも君たちは間違ってるよ。短い間だけど僕の家で一緒に時間を過ごしたクレハ、5年間残され島で僕と便利屋をしてきたシグナ、君たち2人だったらもう分かってるんじゃないかな。あの世界は本当はかけがえのない場所なんだって。人とミトスの民は一緒に生きていけるんだ。再創生以外にもきっと何か方法がある。最後まで諦めないで一緒にそれを探そう。ありがとう。ナユタなら、あなたならそう言ってくれると思う。級の準備が整う。お前には最後の仕上げをやってもらわねばならん。ダメ、いけない。ナユタたちはこんな私を信じてくれた。傷だらけになりながらこんなところまで来てくれた。私は彼らと一緒に人として生きていきたい。たわけたことを。まあいい。必要なのは強欲。お前の意志。クレハを離せ。ここから先はまさに神の領域だ。足を踏み入れようものならば今度こそ容赦はせぬ。さらばだ。